どうも今村です。はい、皆さん WWDC2018 見ましたか？ Apple の年次開発者会議 Worldwide Developers Conference 2018、 新しい製品がなんと3つも出ましたね。 iPhone 用のシリコンケースと Apple Watch のバンドと、なぜかね 29W の AC アダプターが 30W になりました。なんだよ。はい、というわけでですね、まあ皆さんもご存知の通り WWDC2018 ではまあハードウェアの発表はなかったということでした。あのハードウェアが出るのをね期待した方もたくさんいらっしゃったと思うんですよね。僕も生放送やりながら、まあ結構いろんな方がねハードウェア楽しみにしたと思うんですけれども、まあ開始早々クック船長が Today is all about software と言い切ってしまいましたので、もうそこから完全にお葬式状態です。2時間20分ぐらいに及ぶ基調講演は全てソフトウェアの話でしたと。とは言ってもソフトウェアのアップデート、 OS のアップデートどういう感じになってるんだというところも結構まあ重要だったりするわけなので、今回は WWDC2018 残念ながらハード出なかったけどどんなことが発表されたのっていうところを僕の方でまとめていきたいと思います。はい、というわけで何はともあれ iOS ですよ。一番大事な iOS、 いろんなことが発表されました。僕が一番気になったのはやっぱり AR 周りですね。 AR キットが 2.0 になりました。ゲームとかでは同じ AR 空間を複数デバイスで共有できるようになりました。アニ文字にいくつか新しいキャラクターが追加されたんですけども、あのミ文字っていう、まあ、名前でですね、自分のアバターをアニ文字風に使えるようになったと。でこの結構アバターの要は作り込みっていうオプションがたくさん用意しちゃって、まあ自分みたいな顔が必ず作れますよっていうことらしいです。でこれはですね iPhone とか自撮りをしてる時に顔はめもできる、もちろんアニ文字で i メッセージを送れる、かつ今回ですねフェイスタイムがですね同時通話に対応しました。32人までの同時通話に対応しました。でこのフェイスタイム中にも自分にこうミ文字をかけたりアニ文字をかけたりしてアバター化して、コールができるということみたいです。なのでリアルタイムで、アニ文字ミ文字をまあまといながらまあビデオコールができるということみたいです。これね結構アバター化する社会ですよね。僕たちは生身じゃなくてアバターで人間とコミュニケーションを取るようになるのかもしれません。そしてですねシリちゃんがだいぶ賢くなりました。ヘイシリを言わなくてもしっかりと聞いてくれる コマンドみたいなものもできましたし、あとショートカッツっていう特定のアクションをセットにして、シリちゃんに全部やってもらうみたいなことみたいです。なのでエコーとか Google ホームのスキルみたいな形に出ると思うんですけども、要はおはようとかおやすみとか、あ家に帰るよ行ってきますみたいな特定のフレーズに合わせて、例えば電気をつける消す、音楽を再生停止する、ラジオをかける、鍵をかける、エアコンをつける消すとか、そういう特定のこうある程度こう自分が家を出ていくとか家に帰るとかいう時にセットになっていてほしい、アクションみたいなものを、まあ、それをこうセットにしてシリちゃんにワンフレーズで全部やってもらえるようにするというのがショートカッツですね。で、みんな iPhone 使いすぎちゃうよねっていうことにも結構対応されていて、特定のアプリの最大時間、スクリーンタイムとか言うんですけども、特定のアプリを使っている最大時間を設定して、例えばゲームは1日1時間じゃないけど、Instagram は1日1時間っていうふうに自分で設定しといて、1時間見てたら iPhone がそろそろ1時間だよって教えてくれるみたいな機能とか、それをペアレンタルコントロール、要はお子さんの、iPhone の使用用途の管理に使って、まあ自分のお子さんが何をどれぐらい使ってるかとか、どのアプリ使えるようにするかっていうコントロールも、親御さんの iPhone でできるようになるということみたいです。そして僕が地味にもう待ちに待った、機能として、まあ興奮しているのがグループノティフィケーションです。今 iPhone のノティフィケーション画面、通知画面って時系列順に全部こう一直線並ぶんですよ。全部のカードが。でこれ非常に見づらいということで、グループノティフィケーションは特定の例えば LINE の通知をギュッとこうね圧縮してくれて、通知画面が非常にすっきり見やすい感じになってると。これはもともと Android では実現されていたんですけども、iOS でもようやく、まあ、グループノティフィケーションが、まあ、実装されたということで、非常に僕は嬉しく思っています。はい、iOS そんな感じでした。はい、次 WatchOS、 Apple Watch の OS ですね。これはですねいくつかあるんですけども、まずトランシーバー機能、通話じゃなくてトランシーバー機能がつきました。特定の相手とポチなんちゃらポチなんちゃらってこうなんかトランシーバーっぽくこう遊べるよっていうことと、あとエクササイズでバトルができるようになった。特定の人、例えば自分の友達とか奥さんとか、まあ誰でもいいんですけども、特定の人と競い合いながら、まあ、エクササイズができると、どっちの方がこうたくさん頑張ったみたいなことができるっていうのが、つきましたと。で、ワークアウトに
ヨガとハイキングが追加されて、Apple Watch 側のシリちゃんもだいぶ賢くなりましたってことらしいです。次、TBOS ですね。 TBOS はドルビーアトモスに対応したのと、あとまあ ISS 国際宇宙ステーションのライブストリーミングが 4KHDR で、まあ、再生できるようになりましたっていうアナウンスがありましたね。そして、最後 MacOS です。 MacOS、 次の MacOS の名前は MacOS モハベ、モハベ砂漠っていうのがカリフォルニアにあるらしいんですけども、そこから名前を取って MacOS モハベということらしいです。一番大きいアップデートは、ダークモードの実装ですね。いろんなアプリケーションが黒ベースの、まあ、目に優しいというか光量が少ないような、まあ、テーマに、まあ、ワンタップで、まあ、トグルできるよというダークモードがつきましたと。これ結構評判いいみたいですね。あとスタックスって言って、デスクトップ上に置いてあるファイルのアイコンを、要は散らかってるやつをワンボタンでキュッとまとめてくれるという機能もついたみたいです。そしてあの Mac の App Store が、まあ、リニューアルしますよっていうことと、あとですね、地味にちょっと気になったのはサファリのセキュリティ周りに対してアップデートがありました。近頃はあの Facebook さんのプライバシー問題っていうのが結構こうニュースになることも多かったと思うんですけれども、まあそれに対する少しこう対応策ではないんですけれども、まあアドブロックの機能はもともとあったと思うんですが、それに加えて、まあ SNS シェアボタンみたいなものとか、コメントフィールドみたいなものっていうのが結局、クッキーを使ってユーザーの、まあ、動きをトラッキングしてるというところで、これもシャットダウンしますというサファリのアップデートが入るみたいです。まあこれはデータカンパニーという言い方をしたんですけども、まあ主に Facebook のようなソーシャルメディアが、ユーザーの情報をトラックして、まあそれで個人情報を収集することに対しての、まあ、対応策というか、まあ、あの牽制策といった感じがしました。そして大事なアナウンスがありました。iOS と MacOS は統合しないというしっかりとしたメッセージが、クレッグ・フェデリキから出ていましたね。ただ MacOS 上で iOS のアプリが使えるようになることはこれからあるみたいです。今回は Mac の純正アプリ、株価アプリとかニュースアプリとかっていうものが Mac 上で、まず動くようになりました。そして、徐々に、MacOS 上でも iOS のアプリが動作するような、まあ、仕込みを入れていくということで、来年以降 MacOS 上で iOS のアプリが動かせるようになるということみたいです。まあというわけで WWDC の、まとめこんな感じで、まあお話ししてきました。いや僕としてはやっぱり iOS の AR 周りのアップデートとか、アニ文字、ミー文字みたいなところが結構印象に残りましたね。まあなかなかあれを今の段階で積極的に使っていく人ってそこまでいないと思うんですけれども、Facebook が Oculus とか Oculus Go とか出して自分のところのプラットフォームを育てている。要はハードウェアをフックにして、ソフトウェアとかプラットフォームを育てているに対して、Apple はソフトウェアとかプラットフォームを先に育てて最後にベストなハードを出すつもりなんじゃないかっていう、要はまあ AR グラスかもしれませんし、なんか他の形を取るのか分かんないんですけれども、何かまあ僕たちが仮想現実、あるいは仮想空間、拡張現実空間で、暮らしたり仕事をしたりする未来っていうもののまあ仕込みみたいなものがどん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 毎年毎年見えてくるっていうのが、まあ非常に楽しいなっていう感じがしましたね。 OS アップデートしたら絶対に自分の身文字は作ってみたいと思います。それをつけながら YouTube とかできるときもっと楽しいよね。うん、ちょっと挑戦したいですね。はい、まあハードウェアの発表はなかったわけなんですけれども、まあ今後のね Apple の展開みたいなところに対して地味だけど結構そのワクワクさせてくれるようなアップデートがたくさんあった WWDC だったかなというふうに思いました。はい、というわけでまあこれからも Apple 先生楽しく見ていきたいと思いますね。早く出してよ、エアポンは。じゃあね。